はい、どうもこんばんは、水木庵です。よろしくお願いします。まあ今日はちょっとですね、時間が、早く、なりました。今日はちょっとね、時間がね、早くなったんですけれども、まあちょっと早い時間からまあ YouTube を始めましょうということで、はい、そうですね、まあね、2月2日の、まあ、15時ですか、まあ、ざっと、まあ、今日もね1時間ちょっとぐらい、まあ、YouTube ライブやれたらいいかなということで、まあ、やっていきたいと思うんですけれど、まあ今日はね、あの立花隆大先生の、まあ、すごいところ、うん、すごいところについて、解説をしていきたいなと思ってます。でね、なんでね、こうすごいところをね解説しようと思ってるのかっていうと、まあそのやっぱりこう敵を知らなければいけないわけじゃないですか。まあ NHK から国民を守る党は敵ですよ、実質。でもやっぱりこう敵をね批判ばっかりこうしてもしょうがないわけですね。やっぱり相手のいいところを知って初めてですね、まあ NHK から国民を守る党を打倒したい方々ですね、あの分析になるんじゃないかなと思ってますね。でちなみになんですけど、この僕のね、まあ、YouTube チャンネルなんですけど、まあ、このサブチャンネルの方なんですけど、まあ、現役の政治家さんの方々にも結構、見ていただいていて、ご好評みたいなんですよというお話もあのちらほらなんかいただいてるんで、まあ、あのなのでですね、まあ、NHK から国民を守る党と、なんか対抗するような、まあ、政党とかであったりとか、まあ、あとね、対立候補みたいなね、方とか、ぜひともですね、あのちょっとね、して、まあ、なんかあの、まあ、対策のね、ちょっとあれにしてくれたらいいかなと思ってはいるんですよね。で、まあそのまあ、立花大先生のまあすごいところって、まあ、あの何かというと、まあ、ただのね、組織を追い出された元サラリーマンのおっさんがね、で、まあ、金と女にだらしないですよ。そのおっさんがですよ、ね、ネットの力を使ってで支持母体もないのに、参議院議員になっちゃったっていうことが、もうこれすごいわけですよ。これは本当にすごいこと。いや本当そうよ。だってね、サラリーマンとしてこう組織を追い出されたおっさんが、ね、金と女にこうだらしないけれども、でも、支持母体がなく、でネットの力を使ってで参議院議員になったと。もうこのサクセスストーリーは本当すごいんですよ、マジで。いやこれは別にあのけなしてるわけではなく、ディスってるわけではなく、これ本当の話なんだよ俺は。で選挙って本当にね、地盤看板、あとね、地盤看板なんだっけ、あの3番がないと本当にきついんですよ、マジで。あ、スパチャありがとうございます。だそんな中だからよく、国政政党にして、ね、なおかつね、まあ、参議院議員になったのかっていうことなんだよね。だからあのここは何でなのかっていう分析をせねばいけないわけですよ、まず前提としてね。でなんだかんだで、立花隆大先生、これネットの力を使ってるだけと思いきや、これ違うんですよ。地道な活動してるんですよあの人。だから最初だから選挙に出て落ちまくってるんだよ。でそこで、まあ、船橋市議会議員選挙で通りました。で、あのその後ね、船橋市議会議員を辞めて、でまた選挙に落ちる日々ですよ。で葛飾区議会議員選挙出て通りました。で今度はね、葛飾区議会議員時代、まあ自分のね、まあそれこそ党、もうあの人は恐れないわけですよ。もういろんな人にね、ちょっとうちの党から出ないよって言って声かけるんだよね。いや選挙ってね、楽なもんだからって、楽なもんだから選挙出ないよって言って、
あの人誰でも声かけたんだよ、実はね。いろんな人に声かけるわけですよ、あの勇気な。あの勇気はすごいんだよ。で、まあその中でまあもちろんね、まあ、ポンコツばっかりが集まるわけですよ。で、ポンコツばっかりが集まる中で、ちゃんとだからあの地方議員に通してあげるっていうところだったんだよね。で、どん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 だから NHK から国民を守る党の地方議員たちが増えていくわけですよ。で、増えていった中で、じゃあ次は何だって言ったら統一地方選だったわけですよ。で、統一地方選ももういろんな人たちをスカウトしていくんだよね、連合国っていうのは。もう来るもの拒まずで、で、もうあの君選挙出なよ、君選挙出なよ、君選挙出なよって言って、で、もうびっくりですよ、あんなに地方議員、あんなにね、統一地方選で通るなんて。でもね、あの東京都の23区の中でももう通したわけですよ、ちゃんと複数人通したわけね。で、そこからじゃあ参議院選挙になりましたってなって、で、参議院選挙で面白いことやりますってね、政見放送を出して、政見放送で面白いことやりますって言って実際に面白いことやった。で、 YouTube に載せます。で、ドッカンバッカンバズるわけですよ。で、そしたらまあ高騰になっちゃったっていうね。で、実はね、これね、ただの面白おじさんではないんですよ。これ綿密なこう、あの選挙に対する計画があったわけね。で、どういうことなのかっていうと、幸福実現党との区割りですよ。で、立花隆大先生は以前の選挙の、幸福実現党のとの、区割り、幸福実現党の得票数を調べていたわけですよ。で、そしたらうちの党と幸福実現党で区割りをしたら、うちの党国政政党になれるんじゃねってピーンってきたわけよ。で、そこで幸福実現党と区割りをしたんだよね。で、実は立花隆大先生なんですけど、社民党とね、共闘するみたいなことも匂わせていたんですよ、以前。社民党と共闘することね。まあ、その動画残ってるかどうかわからないんだけれども、あれも実は、ね、何を元にしてるかっていうと、ね、社民党の得票数ですよ。社民党の得票数だ。社民党だって別にね、全選挙区で、候補者を立てられるわけじゃないじゃん。で、社民党が候補者を立てるところっていうのは大体限られてるわけですよ。で、そこにこう自分の党からこう出すから、じゃあ上手に区割りしようよっていうことをやれば、自分の党がワンチャン高騰になれるんじゃないっていう、だからそういう、だからあの彼はだから票を見て、で、じゃあもう来るもの拒まず恐れるものなく、で、そこで実は、選挙にこうただ、勝つため、最小限の労力で勝つための戦略を練り続けてきたんだよね。で、実はだからこれって立花隆大先生のすごいところなんだよ。すごいところ、だから実はね、立花隆大先生はね、あの選挙に勝つための最小限の努力っていうのを追い求めてきた人なんですよ。だからその結果がだからこの間の参議院選挙で98万票取ったってことなんだよね。で、これは最小限の努力っていうのは何なのかっていうと、もちろんそのリアルな活動もやる、でもネットの活動もやる。でも、リアルの活動っていうのは、もうひたすらだから、ね、人が通るところを中心にやってるわけですよ。で、あとは、拾えないところは、ね、ネットで拾うっていう考え方なんだよね。それがなんで678票になっちゃったの？あ、これはですね、今さっき僕が実はサブチャンネルに上げた動画があるんですよ。そちらの方をですね、見ていただきたいなと思います。これ結構ですね、僕の中でもこう的確なことを言っているんじゃないかなっていう動画だったりするんですよ。なのでぜひね、そっちの方を、見ていただければありがたいです。で、実はね、僕ね、平塚新党ね、しょぼい政党で、あと楠沢さんが作った政党
僕実は結構ね悲観的な見方もしてるんですよ。でなんでその悲観的な見方をしてるかっていうと、あの N 国から離れられてないから。これね非常にこう的確なことをね、おっしゃってた方がいて、あの西村さんっていうね、まああのオーマーですよ、オーマーオーマーの方、まあオウム真理教のウォッチャーですね、オーマーの方があのブログに書いてたんだけど、その通りだと思った。うん、だから N 国から離れられてないじゃん。でどうしてもやっぱりあの動画とかね見てても、まあ、N 国のことを取り上げる、ね、立花隆大先生のことを取り上げる、で立花隆大先生がやってきた、ですごくこうリアルでの積み上げの部分っていうのを、ね、除外して、でネット戦略に特化したようなのを、考えてるところだよね。ネットでこうよりだからあの労力をね、まあ、ネット中心の活動をやろうとしているところですよ。だからまあどうしても、N 国離れが見られないというところが、どうしてもだからこう N 国の亜種に見えてしまうんだよね。じゃあそれがじゃあ有権者からのこう評価として、どうなのかっていうと非常に難しいところがあると。こんばんは、どうもいらっしゃい。今のままだと N 国の票を食う存在にしかならないよな。いや N 国の票も食わないと思うよ実際。うん、だ N 国の票も大して食わないと思うね。であのなんでかっていうとね、これ一つあって、でやっぱ橘隆のカリスマ性ってやっぱすごいんですよ。俺はもう恐ろしいぐらい。だ立花隆のね、あのカリスマ性もそうだし、立花隆のそれこそリスクを負って、でいやリスクを負って、で巨大な、メリットを取るというプラスを取るっていうやり方だ。実はだからね、まあ、立花隆っていうのはリスクを負いに行くんですよ自分自身で。だリスクを負って、で富を取りに行くっていうやり方をするんだよね。だからそれをじゃあ他の政、まあ他のね、まあじゃあ N 国の亜種と、見られる政治団体はできるのかっていう話になってくるわけですよ。そうなってしまうと非常に難しいんじゃないかなと思う。そうだからまああのね、立花隆のことを知れば知るほど、あのえちょっと待ってってドン引きをするんだけれども、一回ちょろって見たぐらいだったら引きつけられる魅力みたいなのはあると思うよ人としてね。まあ俺は引きつけられなかったけど、うん、警戒心だから、まあ、だから警戒心が薄い人とかは多分魅力的に感じると思う。こんばんはです。どうもいらっしゃい。どうも仲良くしてください。どうも。そうなんですよ。あの火印じゃないとあの渡れない橋があるんですよね。うん、そう火印がつく人じゃないとね渡れない橋があって、それをやっちゃうのが立花隆なんですよ。マジで。水にゃんこんばんは。どうもいらっしゃい。だからもし仮に平塚新党であったりとか、でもし仮にしょぼい政党というのが、じゃあこれからじゃあ大きくなっていきたいのであれば、もう N 国離れをするしかないわけですよ。だってまあ考えてみたらわかるけど、だって N 国なんてただ1議席衆参2議席しか持ってない政党ですよ。そうなんですよ。で、一般市民からすれば N 国なんていてもいなくてもいい政党にしか見られてないんですよ。だって衆参1議席しかない政党なんだから。うん、
いてもいなくてもいい政党ぐらいにしか見られてないのが N 国なんだよね。で、じゃあその N 国に対してのアンチ活動を政治団体がやるっていうのはあんまりだからこうプラスに働かないわけですよ。だって存在感がないんだから、ほとんど。だから世間はだから N 国にそれほど関心がないよって。だからこうネットの中でもサブカルチャーだから、だからネットのサブカルと、サブカルがまあ国政政党になってしまったのが NHK から国民を守る党なんですよね。実はそういうもんなんですよ。他党に向いている政党と国民に、対面していない政党どちらに入れたいですかっていう、うん、まあだからそれもあるかもしれないですね。だからまあその我々もだからさ、ネットの住民だからこそ N 国党を見てあって盛り上がってる雰囲気になってるかもしれないけど、世間では別に N 国党なんて大して盛り上がってないわけですよ。ただこうネットのこうサブカル乗りの、まあ、政党なんだよね実は。だからまあいてもいなくてもいい政党っていう分類だから、じゃあ N 国党のアンチテーゼとしてじゃあ政治活動をやるんだったらデメリットだと思うし、でかといえ、まあ、枝天さんは置いといて、まあその平塚さんに関してはトップに立つカリスマ性とか花はない、ね、まあ一地方議員だったらありえるかもしれないけど、じゃあその政治団体のトップとしてのカリスマ性はもうほとんどないかなっていうね感じがしますね。だからまあそのどの団体が N 国離れをやれるかっていうことが一番非常に大事になってくる。まあだから N 国離れをやれたところが多分一番勝ちだと思うよ。まあそういうふうに思うね。だからN 国離れを起こすためにはどうしたらいいのかっていうと、もう選挙に出しまくるしかないわけですよ、立候補者。だからしょぼい政党が、まあ、なんでその2つの政、まあ、政治団体と、まあ、一線を今隠しているのかっていうと、しょぼい政党は八王子市長選に候補者を出したからなんですよ。で他の2つの政治団体はまだ、候補者を出してないからな。だからよりだからこう地道な形で、じゃあどれだけこう自分の党の主張っていうのを世の中にこう広げていくかっていうのが、まあこれからの勝負だと思うし、でその時に矢印がこう対 N 国にちょっとでも向いてしまったら、まあ俺はポシャるんじゃないかなと思ってますよ、個人的に。だなんだかんだだから立花孝志大先生っていうのは、まあそのなんというか、まあインテリでもないし、あの人はで普通のごくごくこう庶民だった、まあただのお金とね、女にこうだらしないおっさんが、国政政党を、作ってで参議院議員になったっていうね、そのある種シンデレラストーリーなんですよ。でそこに対して共感する人っていうのはやっぱり一定数いるわけだよね。でも実はなんだけれども、そこの共感力っていうのは他のこう3つの政治団体にあるのかって言われるとあんまりなかったりとかするわけ。だからこのシンデレラストーリーをじゃあ作らないと N 国はだから凌駕ができないんですよ。N 国よりも地方の問題、 N 国よりも地方の問題、ネット政党の分析は今ミズニャンしかいないのでこれからも続けてほしい、ありがとうございますね。うん、そうだからね、立花孝志大先生のまあすごいところというかうまいところはそういうところなんだよね。うん、そうなんですよ。彼の成功っていうのが自分の成功に見えるんですよ。だから鏡になるんですよね、支持者にとっては。で普段の実生活でうだつが上がらない自分が立花孝志という人間見ていて、で自分と同じ境遇だったおっさんが
政治団体作って、で選挙に出て議員になって、で国政政党まで作り上げて参議院議員まで経験したっていうのは、そうなんです、それが共感力って話になるんですよね。だから僕はだから選挙っていうのはアイドルと同じだと思ってます。アイドルと、アイドルだってね、まあ、AKB なんかまさにそうじゃないですか。 AKB なんてだってまだ最初ね、AKB 劇場が秋葉原にこう出て、でそしてできて、で最初のライブが何人だったか、8人しかお客さんいなかったんですよ確か。でそっからもう今や、まあ、ドームとか武道館とかああいうところでね歌って踊るこうアイドルになったっていう、ああいうサクセスストーリーなんですよ。でそれを作り上げるまでに何があったのかって話なんだよね。じゃあ握手会をやったりとか地道な活動があったわけですよ。でそういう活動の最中で徐々に徐々にだからこうファンを広げていったんだよね。だから選挙とアイドルビジネスっていうのは似てるんですよ。N 国支持者がファンクラブ化してる、そんなもんですよ政治っていうのは。選挙っていうのはそんなもんなんですよ。選挙っていうのはもちろん政策に共感してもらうことも大事なんだけれども、自分のファンを作ることなんですよ。自分のファンを、だから立花隆っていう、立花隆ファンクラブを作れば、じゃあ立花隆に票を入れてくれる人は一定数このぐらいいるだろうっていう話になるんだよ。だからこう地道にこうファンをこう作っていって、地道にね、ファンに向けて発信をしていくっていうところがやっぱり立花隆のうまいところだったっていうところなんですよ。だから意外とだから N 国であったりとか立花隆分析っていうのはこれ難しい話なんだけれども、これ実際にね立花隆がなぜあれだけ支持を集めて票を取れたのかっていうのは、現にね、まあこういうプロセスがあったからなんだよねっていう話で、そういうこう今までのこう努力で積み上げてきたものを、立花隆大先生は実は自分でぶっ壊したっていう、で自分でぶっ壊したと、どういうふうに、ぶっ壊したかっていうことは、実はですね、先ほど僕が YouTube に上げた動画で、深く、語られているので、ぜひそっちの方を見ていただければ、面白いですね。わかります。だから立花隆大先生はぶっ壊す力というね、本をね、出版したんですけど、書いたんですけれども、自分で、ぶっ壊したと。自分でそれをですね、自分に向けてこう実践してくださったということなんですよね、うん、本当にぶっ壊しちゃったからね、自分自身のことをね、あれはさすがだなと思うよ。で、なんでね、ああなったかって知ってる？僕はね、欲が出たんですよ。欲深くなっちゃったんですよ立花隆大先生は。だから議員を一人、通した。で、丸山穂高、先生も入党した。よし、もうこれはもっと行かなきゃっていうことで、もっと、議員を入れなきゃっていうことで、で、もっとなんかその国会議員を自分の党から出さないとっていう欲が出ちゃったんですよ。実はね。で、周りにこうそれをストップしてくれる人も、止めてくれる人もいないから、じゃあどうなるかってなったら、じゃあもう参議院議員辞めて、じゃあ次埼玉補選出るわ言い出すわけですよ。じゃあ参議院補選の、終盤で、じゃあ次俺海老名出るわって、アスパちゃんありがとうございます、エビナ出るわって言い始めて、
で、あの次、桜井市出るわって言って、次小金井市出るわって言って、でどん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 だから選挙にこう出るっていうことを、意識してしまったっていうことなんで、だからその自分の力をだから過信しすぎたっていうところがあるんですよね。だから確かにだから高等にして、で参議院議員になったことはすごい、でそこでじゃあその参議院議員になって、地道にこう活動していればよかったはずなのに、でもそこで自分の力を過信してしまったわけよ。自分もしかしたらなんかもっとやれるんじゃない、もっといけるんじゃないって、でそれを周りにこう止める人がいなかったわけですよ。止められなかったわけですよ周りも。でそれで結局、自分で自分の首を絞めちゃったっていうところがあるんだよね。だからまあ、あの時にじゃあ N 国党の中で、立花隆大先生を誰かこう止められる人間がいて、で冷静に進言できるこう人間がいたりとかすれば、まあ、もしかしたらだけど N 国まあここまでひどいことにはならなかったんだろうなって思うよ。だってさ、現参議院議員と、元参議院議員ではやっぱり有権者が見る目って違うんですよね本当に。あ、だから上杉さんが正解なんだよ。参議院議員を辞めるのを反対した上杉さんが正解なんです、実は。なんでかっていうと、支持者の中にはね、じゃあ橘さんが国会の予算委員会でもで、バッサバサ NHK の問題をそう切ってくれることを期待してたわけですよ。例えばだからね、NHK の問題であれば、まあ、NHK の、ね、会長とかだって出てくるかもしれないし、で NHK の、まあ、総務大臣かとかが出てくるかもしれない。で予算委員会ってのは基本国の予算に関わることだから、まあ何でも質問していいわけですよ。質問のテーマって制限がないんですよ。だからもう NHK の問題なんか質問し放題なんだよ。もう総務大臣を呼び出してね、で NHK のね、まあ幹部を呼び出して、でまあその N 国党に期待して投票した人っていうのは、まあそれをだから期待してたところって、期待してたこう節っていうのはあると思うんだよね。でそこのこう期待感を、そのね、そこのこう期待感をね、何というか裏切ってしまったっていうのが非常にきついところかなって思うね。何が、浜田さんが予想以上に、だって浜田さん NHK と関係ない質問しかしてないじゃん。だから NHK から国民を守る党に期待してる人ってのは NHK の問題をどうにかしてほしい人なわけよ。 NHK の問題と関係ないことなので、他の党がやってくれたらいいと思ってる人たちなわけよ。だから浜田さんが予算委員会でなんか麻生さんに褒められたみたいなことを言ってる人いるけど、麻生さんはね、新人議員に対してはいつもああいう態度を取るんですよ。ああいう感じなんですよ。だから本来だから、まあ、浜田さんが NHK の問題に関してガツってこう切り込んでいく姿を、まあ、有権者の人は期待するっていうことなんだよね結局。だからそこがまあ有権者との、まあその乖離ですよ、乖離。だからまあ政治であったりとか選挙であったりとかは、まあ、あくまでビジネスに近いものなんだよね。だからもうお客さんが望んでることをこうやるということがやっぱり一番大事なんだけれどもね、やっぱりお客さんが望んでることと離れてしまったら、やっぱり NHK っていうか N 国に対するこう期待値って、期待感ってやっぱそこでまた下がっちゃうっていうところがあるんですよ。でそうなってしまうとやっぱり、NHK のことやってくれないの N 国って、
予算委員会で、NHK のことと全くない関係ない質問してるけど、これどういうことって、で支持者の間でも一部の人はあれって思ってると思うんだよ。それを口を出さない、口に出さないだけでね、口に出さないだけでそうなんですよ実は。だからこれ意外と、だからね、これみんな気づいてないところがあって、インターネットっていうのはノイジーマイノリティ、ノイジーマジョリティと、ノイジーマイノリティとサイレントマジョリティで出来上がってるんですよ。でネットの中で、声を上げる人っていうのはもうネットを使ってる全体の中で一部なんですよね。で SNS とかもそうなんですよ。 SNS とかでも実はなんだけれどもね、 Twitter とか使ってる人でほとんどの人はごく普通の書き込みしかしてないんですよ。でも一部の人っていうのが、例えば政治的な発言をしたりとか、社会問題的な発言をしたりとか、そういう話をしてるわけね。でもそういう人たちの声がリツイート数とかでどうしても大きくなってしまうということで、SNS ってこういう発言をしてる人が多いんだ、こういうことを言ってる人たちが多いんだというふうに僕らは錯覚してるだけなんですよ。実はでも SNS の中で繰り広げられてる政治論争であったりとかで、社会問題論争っていうのは自分たちが、そういう人たちをフォローしてるから結局そういう発言が多いんだって思われてるだけなんだけれども、ネット全体から見たらごくごく一部の話なんですよね。それって特にアメリカとかに比べるとごくごく一部の話だったりとかするんですよ。だから意外とだからほとんどの人は政治のことについて声を上げないですよ。だからそこのところとかに関してもちゃんとね、考えなければいけないわけですよね。だから僕が思ってるのは、基本だからライト層っていうのは、N 国離れを起こしてるっていうのは僕は事実だと思ってます。で、みんなが思ってる以上に、で N 国党の支持者っていうのはかなり減ってると思う。これは、ここ最近の選挙とか見たりとかしたら本当にこれわかると思うんですけど、もう N 国党ってこれ以前だったら絶対通るような選挙って通らなくなっちゃってるんですよね。本当にそうなんですよ。通らなくなっちゃってる。なんでかっていうと、大多数の有権者っていうのは冷静だから、熱しやすくて冷めやすいから。ネット民なんか特にそうなんですよ。ネット民は熱しやすくて冷めやすいんですよ。そんなもんなんだよね。新興政治オタクのコミュニティだもんな。そうなんだよ。だから政治クラスターの中でも特にもう最近 N 国の話題なんかほとんど出ないし、でこれね、実はね、 Google トレンドの話があるんですよ。Google トレンドの話なんですけど、実は NHK から国民を、立花隆で検索したらもうめちゃめちゃ低いです。Google トレンドのこれデータ見ていただいたら分かるんですけど、見えます？もうほとんどもう右肩下がりですよ。だから8月の11日、確かこれが埼玉補選だったと思うんですけど、もう立花隆で検索する人がもう右肩下がりになってるっていうことなんですよ。だからもうほとんどだからもう話題になってないっていう。
ネットの中でも。だからどんなにだからバン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 あの炎上芸をやったとしても、もう半ばこう注目されにくくなってるような感じになってるんですよね。こんなのあるんか。そうなんですよ。埼玉県はわかるが徳島県がなんで2位なんだろう。徳島なんかあったかな。水に、こんばんは、お疲れ様です、どうもいらっしゃい。だからまあここに関してはまあちょっとねいいことを、教えましょう。ちょっと面白いことを教えましょう。実はですね、これ山本太郎さんもこれなんですよ。山本太郎さんの場合は、参議院選挙の、1週間がピークなんですよ。その後グーって参議院選挙がピークで、その後グーってこうなってるんですよね。そうなんですよ。で山本太郎さんと実は立花隆で大きなこれ違いがあって、で何なのかっていうと、山本太郎さんは全国を回ってで支持者固めをしてるんだよね。でも立花隆大先生はそれをやらないんですよ、地道に、人に訴えかけることってのをやらないっていう、そこは大きな違いなので、次の衆議院選挙で、多分、ここ差ががっつり、出てくると思います。そこはがっつりだから出てくると思いますね、差は。だからまあそこでのこう差についてちょっとね、また衆議院選挙が終わった後、分析をしていかなければならないかなというふうに、思ってます。次の選挙の時が山本太郎は勝負。そうですね。で立花隆先生に関しても同じなんですよ。実は衆議院選挙がこれかなり勝負なんですよ。でなんでそうなのかっていうと、衆議院選挙でこうなぜ勝負なのかっていうと、これ衆議院選挙でこれ一人も通すことができなかったら、またかなりN 国支持から離脱すると思います。人がなんでかっていうとね、これ政治っていうか選挙って、これもうここ20年ぐらい、まあ、2、30年ぐらいのこう選挙を、見てると、一回ですね勢力が落ちると勢力戻んないんですよ。自民党ぐらいなんですよ、一回こう落ちてからこう行くっていうのやれたのは自民党ぐらいなんですよ。こう言ってこうやれたのって。でそれ以外の政党は一回こうやって落ちるとそれから浮上できないわけですよ。だから社民党とか見てわかるじゃないですか。社民党っていうのはだからこう社会党がね、結局まあ分裂して、で、まあ、民主党に入った人もいたりとかしたわけですよね。で社民党になってから、まあ、社民党時代もこうですよ、右肩下がりですよ、右肩下がり。だからもう、N 国に関しては衆議院選で一人も通すことができなければ、もう参議院選もゼロなんですよ。
でもう6年後はもうコートにすらなれないわけですよ、下手したら。だからまあ次の衆議院選挙っていうのがある意味もうこれ勝負なのかっていうの、勝負なんだっていうのがまあそうなんですよね。お前は大人ぶりたい、ただの凡人だよ。あ、そうです、僕凡人です、はい、すいません、はい。でもそんな中でこう維新は下げ止まりしたこう印象はありますね。維新は下げ止まりというか、維新は下げ止まって、維新は下がってるっていうわけではないね、全然、うん。そう、ただのだから政治団体にこうなってしまうよねっていうだけの話だね。党首が当選できないと社民党にもなれないですね。まあ社民党はなんだかんだ労働組合がバックついてるから、まあ1議席ぐらいは取れるわけですよ、一応。で衆議院選に関しても、野党統一で社民党の人は出てるから、だから全然あの衆議院選挙だってまああの通るちゃ通るんですよ、選挙区は。だからこう平塚はどうなんて、どういうこと。いや、それさっきも話したから。そうだからね、実はなんだけど、これ N 国党の、ね、まあその分水嶺になるのは次の衆議院選挙だよねっていう話になるということですね。まあここは大事な選挙ですよということです、はい。まあそんな感じだと僕はね思っていますよ。で、まあ特にね、立花隆大先生を褒めましょうということなんですけど、まあ立花隆大先生っていうのはもうあの一発屋だと思いますよ、本当に。現段階でも一発屋だと思います、はい。で、あの一発屋なんだけれども、でも一発を打てることがすごいんですよ、実は。なんでかっていうと、 N 国からこう離れていった人たちはじゃあ政治団体を作ったとしても一発もね花火を打ち上げられない可能性が大なんですよ。なんでか、だって NHK の問題であったりとかメディアの問題をワンイシューにしたとしてもね、あ、 N 国の亜種なんだっていうことで結局終わっちゃうわけよ。で、立花隆よりカリスマ性がないから。なんで僕がそう言い切れるのかっていうと、立花隆よりカリスマ性がないから、それなんですよ。人を引きつける力がないから。二番煎じにこうなるってことやね。そうそう、だからまあ平塚さんにしてもそうだよ、うん、同じ。平塚さんにしても同じだよ。ただの、あ、N 国の2番煎じでしょって。で、立花隆から離れてないでしょって、うん、N 国の亜種にしか思われないってことなんだよ、実は。だからその反 N 国で言ってしまうと、 N 国の批判で言ってしまうと結局ね、弱小同士の、戦いなんですよ。だって N 国なんて、国民からすればいてもいなくても、国民の大半からすればいてもいなくてもいい政党なんだから。で、そのいてもいなくてもいい政党を批判して、じゃあ政治活動を自分たちやりますってやったところで、じゃあ有権者が興味湧くかって言ったら興味湧かないんですよ、実は。全く湧かないですよ、だって。だったらまだあの共産党とかみたいに安倍を倒せって言ってる方がまだあの有権者からしたらうんうんって言って話を聞いてくれるわけですよ。うんうん、そうだねってこう話を聞いてくれるわけだよね。
であともう一つなんだけど、やっぱ立花隆っていう人間がなんであれだけのこう支持を集められたかっていうもう一つのポイントがあるんですよ。で立花隆っていう人間はリスクを背負ったから、リスクを負ったからなんですよ。だから自分がその選挙に勝つためにじゃあ何をすればいいのか、自分が選挙に勝つための、最適解をもう必死に計算して考え抜いて、でそれを実行したんだよ。でそれがたまたま、大当たりしたんだよ。でそれをそのために、立花隆は、リスクを背負ったわけです。はい。だからそのリスクをだから負えるかっていう話なんだよね。そうなんですよ。リスクを負えますかと。でも多分、立花隆を批判して政治団体を作る人たちっていうのはあんまりだから多分自分でこうリスクを負って何かやりたいとかそういうまあなんか考えてないと思うんだよ。だから結局、どんなにだから政治活動をやりますとか N 国にこう対抗するためにやりますってなったところで自分たちはこういう N 国よりも崇高な理念があって N 国よりも、崇高なビジョンがあって N 国よりも素晴らしい政治団体を作りますって言ったって結局リスクを負えないと意味がないんだよね。実はだから立花隆っていう人間は良くも悪くも冷酷な人間なんですよ。なんでかっていうと選挙を数字でしか見てなかったから。選挙を数字でしか見てないから彼は。でもこれ非常なんだけれども実はそうでなければいけないんですよね。選挙を数字で見るっていうのはもちろんその建前では、ね、ちゃんと、一有権者を人間として見ていかなければいけないんだけど非常に選挙とか、選挙は残酷で数字で見なきゃいけないわけですよ人を。で立花隆はある種だから人間として、冷酷になれたってことなんだよ。だってこう選挙にこう勝てないと、まあ、選挙にこう勝てないけど、結局選挙に勝てなかったらスタートラインに立てないわけですよ。議会に立てないんだから。だからじゃあその選挙に勝つための最適解っていうのを、なんとか自分の頭でこう弾き出さなきゃいけないと。だから立花隆っていうのは良くも悪くもやっぱそこのそろばんが弾けた人なんだよね。そうなんですよ。こんばんは、いらっしゃい。良くも悪くもだからこうねそこができた人間っていう。やっぱねだからねさすがやっぱり、年取ってるだけあるよ彼は。いやだから立花隆っていうのは本当に年取ってるだけあるよ。長く生きてるだけあるよ俺たちより。それぐらい冷酷なんだよ彼は。だからその漢字が不得意なのか。そうなんですよ。だから漢字が不得意なんだよね立花隆大先生って。参議院議員になるまでは本当に計算しているんだなと思うが、それ以降がひどい気がする。その通りで参議院選挙の前は実は計算はしてたんですよ彼は。計算が当たってたんですよ。でも実はね参議院議員の後に、彼はこう自分の能力であったりとか党の能力っていうのを過信しすぎたところがあるんだよね。でそこで、彼自身は、計算が狂い始めたっていうところがあるんですよ。
自分は YouTube で、これだけのチャンネル登録者数がいて、でメディアとかにもあんなにこうバンバン出てるから、自分のことを知ってる人間っていうのはたくさんいるだろうとね、いう、計算があるわけですよ。だからあの選挙にこう出れば、大体こうこれぐらいの数字は取れるんじゃないかっていうね、彼の中での、頭があったんですよね。けどそれを、一番最初に、崩されたのは何かっていうと、海老名市長選挙です。はい、海老名市長選です、実は。で次が何かっていうと、桜井市長選です。で次最後、小金井市長選。だから小金井市長選挙の時は彼は僕思うに心折れてたと思いますよ、かなり。だから彼自身はだから心が折れてた。だから小金井市長選挙の時は実は立花大先生の選挙活動ってあんまり力が入ってなかったんだよね。うん。でも引き返しがつかないから、じゃあとりあえず、立候補しましょうということで、まあ立候補してやっていたんだけれども、やっぱ力はそんなに入ってなかったって感じ。うん。がするんだよね。だからね、立花隆大先生はね、実はね意外とね精神的にこう脆い人なんだよ。まあ立ち話をこうネタにしてるのを見ずにゃんぐらいだ。いやそれはだって国政政党は監視しなきゃいけないでしょ。 N 国党みたいな国政政党はね、他のメディアが監視しないんだから、俺ぐらいしかしないんだよ監視。だちゃんとだから俺はね一市民として監視をさせてもらうよ。だって俺の税金のこう1円ぐらいは N 国党に、入ってるかもしれないからさ。1円も入ってないから、1円ぐらい入ってるかもしれない出したら。みずにゃんさんこんばんは、どうもいらっしゃい。そうみんなのね税金のね1円ぐらいは入ってるかもしれないからね。だから立花隆大先生のそのもろさっていうのが非常にだからなんかその目立ってるような感じはするかなっていう気はする俺は。でここ最近もだからそうだよね。だからここ最近のなんか立花隆大先生のまあその動きとかを見ててもなんとなくやっぱそれ思うね。小金井は衆議院選をシュミレートとか言ってた。衆議院選のシュミレートにもならないけどね。だから衆議院選のシミュレートとか言ってるけど、衆議院選のシミュレートをどうするかとか知らないんじゃない多分。それかもう例えば衆議院選挙のねシミュレートって言わないとメンツが立たないからじゃないの、ワンちゃん。そうだから後付けっていうか別に何とでも言えるわけよ。じゃあシミュレートをやるんだったら、じゃあシミュレートなりのことをじゃあやらなきゃいけないわけですよ結局。まあ、次の、静岡補選はまあシミュレーション参考になるかもしれない、まあ、シミュレーションの参考になるかって言われたらまあなんないと思うよ。だってなんでかっていうと立候補者が立花隆なんだよね。うん。だったらならないよ。だってそりゃ、だって立候補者が立花隆よりは、だって静岡4区で出そうとしてるこう候補者を、ね、前面に出すのがいいわけで、そっちの方がだって名前売れるわけだからさ、うん、シミュレートにもならないんだよねあんまりそういうのって実は。だって顔見せにならないもんだって。それじゃ。だからまあ建前とかでこう何でもねこう言えるわけですよ。喋り方吉祥。あすいません。はい。
まあこういうだからなんか批判的なこう声を浴びるのはわかるんですけれども、ただなんかその批判的なことを浴びたところで僕は止まらないので、みずにゃんこんばんは、どうもいらっしゃい。てかね、批判的なところがね、薄い、批判的な意見が薄いんですよ、すごく申し訳ないけれど、もうちょっとなんか分厚くなんかね、批判をしていただければ僕としてはね、ありがたいなと思ってるんだけど、そんなこと言われたと別に俺ダメージ受けないからさ、だってさ、うん、こんばんは、はじめまして、どうもいらっしゃい、どうも。そう、中傷がお似合い、てかその誹謗中傷で匿名だから大丈夫だと思ってたらやばいよマジで、気をつけな、ネットって匿名じゃないから、本当にネットってちょっちょっちょってね、調べたりとかしたらどこの誰がこう書いてるかなんて一発でわかるんだからさ、ね、気をつけておきなよ、そうな、こう N 信仰特有のこうバリ雑言、うん、バリ雑言、バリ雑言がなんで生まれるのかっていうと、単純に反論したいけど反論ができないからなんですよ、うん、でもね、実はね、なんで、これが逆効果なのかっていうの、 N 国のことを応援してるんだったらなんでこうバリ雑言飛ばすことが逆効果なのかっていうのは、今日の僕の、YouTube の、動画ぜひですね見ていただければわかりますよ、俺は、うん、本当にわかるよ、だってなんでね、こう令和新選組とか、N 国党がここまでこう低迷しているかっていう、ある一つの理由があるんですよ。まあ理由はそれだけじゃないんですけど、実は、まあ複数ある中の一つの理由が実はそれなんですよ。うん、ね、そう、支持者の質なんですよ、実はこれ、支持者の質、ここなんですよ。で、令和新選組にしても実は N 国党にしても最近ね、支持者の質が劣化してるんですよ、かなり、うん、で、支持者の質が劣化すると、何が起こるのかっていうと、ほとんどの人っていうのはネットをどういう目で見てるのかって話で、ね、冷静に見てるんですよ。じゃあ冷静に見てる人たちはどう思うかっていう話なんですよね。そんなこと言ったらこう自民党はどうなのさ、自民党は支持母体があるから、うん、ね、自民党の場合はネットの票を当てにしなくたって、支持母体があるからなんですよ、実は。経済団体であったりとか、ね、各種団体であったりとかで、支持母体があるから別に痛くも痒くもないんだよ。実はね、だからそこがだから自民党と N 国と令和の大きな違いだったりするの。だから共産だってノーダメージだし、立憲だって国民だって実はノーダメージなんだよね。でも実は、令和と N 国っていうのは支持母体がある団体ではないんですよ。じゃあ支持母体が、ない団体っていうのが、もし仮にこう支持者がネットで暴れたりとかしたら、じゃあ冷静な有権者からじゃあどういう目で見られるかっていうところなんですよ。そこが実はねポイントだったりする。で、インターネットの支持ってあんまり当てにならないんですよ。で、なんでなのかっていうと、インターネットのこう支持っていうのは生身の支持ではないから。今日ホリエモンに見事に裏切られるってどういうこと、ちょっとどういうこと、何、またなんかホリエモン万博で面白いことでもあったの？まさか衆議院選挙断られたとか？で、政見放送に出てくれませんかって言ったら断られたとか、もしかしたら。みずにゃんは N 国に向けて言うてるけど、しょぼい政党に当てはまるこう部分あるよね。だから僕のね、まあ、こういう、動画っていうのはどういうのかっていうと、
実はねこれね、あのいろんな現役の政治家さんであったりとか立候補者の人とかが見てるんですよ、僕の、動画であったりとか僕のこういうライブって。でそれをですね、あの実は参考にしてくれたりとかしてるんですよね。だから僕がこう N 国に向けてこう言ってることを反面教師にしようとしてらっしゃる方とか全然いるんですよ。だからそういうのができる人とそういうのができない人でかなり今後の選挙っていうのはかなり変わってくると思うよ、現に。水ニャンさんこんばんは、どうもいらっしゃい。だから今後のこうだからネットせ、まあ、あの選挙のこうネット戦略っていうのは実はあのどの党のこうネット戦略を、反面教師にしていくかっていうところが非常に大事になってくるわけですよ。ホリエモンに5億円借りた話は自分の弁護士じゃなく金融庁にちゃんと確認しなさいと指摘されて明日分かりましたって言われてた。じゃあ日本第一党は N 国や令和以下、日本第一党の場合はそうなりますね、うん、で日本第一党の場合なんで N 国と令和以下になってしまうのかっていうとこれ理由があるんですよ。まず、言ってることがドン引き。いやこれは別に俺がドン引きしてるんではなくて言ってることっていうのはやっぱりね、この国の大多数の国民からしたらドン引きなんですよ。なんでかっていうとあの過激なことっていうのを望まないわけです。主観はやめなさいではなくて違うんですよ、主観じゃないんですよこれは。だからこの国の国民っていうのは大多数なんだけれどもあの過激なことは望まないわけですよね。そうなんですよ。じゃあそれを主観だと言いますか。じゃあ主観だとおっしゃるんだったら選挙の結果っていうことがこういうことですよ、うん、だから主観をだから言うなっていう時点でもうそのレベルで終わっちゃうわけですよ。じゃあ僕があのこういう言ってる分析を主観っていう言葉で片付けようとしてる時点でもうそこで終わりなんだよね。あのだって現に票につながってないわけじゃないですか。現に票に繋がってないわけじゃないですか。ライダーがっていうことなんですよ。だからまあその僕の場合は別にこうなんか政治スタンスがどうこうとかの話ではなくて、僕が言ってることはあくまで選挙戦略の話なんですよ。じゃあ選挙でじゃあどういうやり方をやってじゃあどういう戦略を取ってじゃあどういうふうにじゃあ有権者にアプローチをかけたらじゃあ有権者は自分の言葉を聞いてくれるのか自分自身を信じて票を入れてくれるかっていうアプローチなんだよね実は。水にゃんもより人も YouTube の運営に嫌われてるからね。ごめん、僕担当者ついてんだけど、YouTube。それがだから根拠もない主観なんだって。俺の話は、ね、あくまで俺の日本第一党 に対する話は、客観的分析だから、普通に。で、現にだって選挙で票取れてないんだから。
だからインターネットのだからこうサブカルノリっていうのは選挙にあまり通用しないんだよね。アスパチャありがとうございます。思う。そうだから僕が言いたいのはインターネットのサブカルノリっていうのはなかなかだからこう政治とか選挙とかそういうものにつながらないっていうことなんですよ。どうしてもやっぱりだからネットのサブカルはネットのサブカルでどうしても終わっちゃうよねっていう話だったりするんだよね。だもちろんだから僕が思うのはどの党を支持したりとかどの候補者を支援するのは自由だけれどもそれとやっぱり選挙でこう票を取れるか否かっていうのはまた違う話だったりするんですよ。そうなんですよ。あ、スパチャありがとうございます。だから僕は別にこう特別だからどこの党を支持しているとか言わないのはそれなんですよ。だって客観的以前に自分が散々他の YouTuber をディスってるよ。いやだから嫌われてる証拠出してって俺言ってんの。俺 YouTube の担当者ついてるけど連絡取り合ったりしてるけどなんかありますかって話よ。あなたみたいな人のこと根拠が薄弱なんですよ。なんかことなんかコミュニケーション取れないな。いや突っかかってくるのはいいんだけどさコミュニケーション取れないのはやめてマジで。あ普通にああそうなんですねって別にいい話じゃんそんなね。いやなんかさこいつが言ってること超ムカつくからじゃあとりあえず言葉遊びでも何でもいいから反論してやろうっていうスタンスはあんまよろしくないと思う。普通にだから相手から反論があってそれが的を得ていたりとかしたらああそうなんだねっていうのでいいんじゃないの。なんかいやそれ YouTube ってさそれはさコメントとさ YouTuber のやり取りだからさね例えばちょっとコメント打っちゃったやべえってなってこうすぐねブラウザバックこうすることだってできると思うんだけど一応さ人と人とのコミュニケーションじゃん。だって別に AI とかそういうボットとかがさ書き込んでるわけではないんだからさね。あ、スパチャありがとうございます。どうも。てかそれブーメラン、ブーメランの使い方間違ってるからね、あなたね。ちゃんとだからブーメランってどういう時に使うのかって用法を調べた方がいいと思いますよ、僕は。うん、あ、スパチャありがとうございます。だからまあ N 国に関してもだから政策の言及でこうちょっと前やったことはあるんだけど今どちらかというとじゃあ N 国がなんで選挙でここまで勝ててないのかって支持率が低迷してるのかなんで支持者が減っていってるのかっていうことについて俺は結構話をしてるんだよね。そこはだからそこをだから違うんだよっておかしいよとか言ってくるのは別にいいんだけどじゃあなんでおかしいと思うの間違ってると思うのっていうのは非常に大事な話だと思うんですよね。スパチャありがとうございます。どうも、ありがとうございます。そうだから間違ってるんだったら俺別に間違ってるで別に自分の意見書いてもらって俺全然構わないしだからって言うと別に俺が切れたりとかすることもないからね。あそうなんだみたいな、あそういう見方もあるよねってなることだってそりゃあるわけでだから僕だからパージしたりとかしないから別にアンチコメントだからって言ってパージしたりしないんでね別にねそれは自由な意見があってそれはいいですよ。だってさ僕が示してるのはあくまで一つの見方なだけなんでね。まあでもまあまあなんか的を得てるんじゃないかなと僕は思うんですけどね。日本第一党は保守よりちょっと右程度でしょう。日本全体が左にこう何増えてるだったら自民党勝たないじゃん。なんかその日本第一党はちょっと右寄りって言うけどかなり右に偏ってると思いますよ。だから本当に右、ちょい右が多分自民党だと思うんだよね。だからこう日本人の国民性的に振り切れてるっていうのは苦手なんですよ。だから振り切れてるなんかね考え方って結構日本人って警戒するし日本人にとっては苦手なんだよね。アスパチャありがとうございます。そうだからあんまりこうなんか振り切れた考え方って何自民は左に寄ってない自民は、振り切れてないですよ全然。自民は左じゃないですよ。だって自民ってだってね憲法改正のためにこう作られた政党なんだから。
もともと。そうですよ。自民党のスタートってそこから始まってますからね。憲法から始まってるからね。ナイスパー、ありがとうございます。どうも。N 国信者が N 国の本質を一番分かってない。まあだからあのバイアスがかかるんですよね。どうしてもあの自分がやっぱ N 国が好きだったりすると、じゃあ N 国にこう寄った見方をしてしまうから、その考え方っていうのがあのバイアスがかかっちゃうわけですよ結局。だバイアスがかかるとどうなるかっていうと、冷静な見方っていうのができないんだよね。アスパチャありがとうございます。どうも。まあそんな感じしますけどね。だからあのまあなんでまあ N 国自体がまあこうなってるのかっていうことに関しては、まあそのなんというか N 国がなんでこうなってるのかっていうと、まあ普通に考えたら、まあその支持者の劣化もあるし、選挙連戦連敗だし、であとは有権者の見方が変わったっていうことだよね。要するに、有権者の見方が変わったっていうことなんですよ。それだけ。だからこうここに関してだから、まあ、時代の流れというか、あの時代の変化っていうのを読めてないというか、読めなかったっていうのが一番だからあの痛いんじゃないかなっていうふうに、まあ、僕は思ってるんだよね。だからそんなだからこう難しい話ではなくて、やっぱり単純な話なんですよ。そこはだから有権者の見方が変わったのもそうなんだけど、あの時代の流れを読み切れなかった。でいつまでもやっぱ参議院選挙であれだけこうね、98万票取ったっていうことを、なんかその念頭に入れちゃってるところだよね。本当は違うんだよ。で選挙ごとにおいてやっぱ考えをリセットして変えなきゃいけないんですよ。本来自分たちは参議院選挙で98万票取った国政政党なんだ、公党なんだって、そういうなんか意識で、戦うこと自体が結構失敗だなと思うんだよね。だから実際だから僕自身が思ってるのは、まあ多分 N 国のこう支持者って、まあその参議院選挙の後に比べると多分半分ぐらいに減ってると思いますよ。半分以下なんじゃないかな、下手したら。まあそれぐらいまでだから減ってると思う。だから完全にだからこうかあの風を読み間違えたっていう感じかな。だから今もうどうなってるのかっていうと、あの立花ファンクラブで N 国党の各党員のファンクラブであったりとか、そういう風になっちゃってるんだよね現状。そういうもんだったりとかするんですよ。だからまああの現実そういう部分だよねっていう、そう参議院選挙をね引きずりすぎたっていう部分があるね、うん、だからもちろんその N 国もそうなんだけど、たびたびあのまあ問題は起こしているんだけど、その問題行動で人が離れていったっていうよりは本質はそこじゃないよねっていう話。もっとだからこう別のところにだから本質があるんだよねっていう話なんですよ。だってね、考えてみたらこうわかるけどさ、あのこれまでもさいっぱいね、まあ、不祥事を起こした議員はいるわけですよ。で例えば、鈴木、宗男さんとかだって、まあ、刑務所まで行った人ですよ。であの辻元清美さんだってね、あの秘書給与の問題でね、有罪判決を受けてる人ですよ。でもそういう人だってやっぱりあの選挙になったらめちゃめちゃ強いわけですよ。通るわけですよね。なんで通るのかって言ったら、もうこれ本質ってこう別のところにあるんだよね。本来だから有権者ってのは別に政治家の不祥事ごときで揺るがないわけですよ。選挙に強ければね。で立花隆大先生が選挙のプロだっておっしゃるんだったら、別に不祥事ごときであの選挙っていうのを揺らがないわけですよって話。
だからそのもっとその本質ってこう別のものにあるんだよねっていう話。だそれが何なのかっていうのを突き詰めることで、じゃあ何になるのかって言ったら、あの対 N 国戦略です。だ N 国党に対するこう N 国党の深い分析ができることは、じゃあ何につながるのかって話ですよ。それは、今後のですね、他政党であったりとかで他のと、ね、候補者であったりとかの対 N 国戦略につながっていくっていうことなんですよ。そこにつながるということをですね、ぜひ、考えて、いただければなというふうに、思っております。はい。まあそんな感じでですね、実はですね今日一本ね、N 国党がなぜ支持が低迷してるのかっていう理由について、10分ぐらいの、動画をですね上げました。はい。その戦略ってこうどこで役立つの？その戦略は実はビジネスの現場でも使えるんですよ。実はね、選挙に強い人の選挙戦略ってのは実はビジネスに使えるんですよ。なぜかというと選挙はビジネスと同じですから。はい。だって選挙っていうのは自分のファンを増やしていく、自分のお客さんを増やしていくっていう活動なので、じゃあどうやったらじゃあ自分のお客さん、増やすことになるのか。どうやったらこう自分のファンを増やすことができるのかというところにつながってきたりとかするわけです。はい。なので僕は選挙ってのは見てて飽きないなというふうに思っております。はい。まあ、ちなみにですね今日は京都市長選がねあるんですよ。今日は京都市長選があるんですけれどもね、京都市長選、まあ現職が勝つのかそれとも対立馬が勝つのか分かりませんけれども、はい。まあ、てなわけで皆様お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。ぜひともライブ良かったと思う方はグッドボタン、はい、グッドボタンとあとはチャンネル登録の方ぜひともよろしくお願いします。あとですね、まあ、今日挙げました N 国党がなぜね、あの支持が低迷したのかっていうですね解説動画もぜひチェックしてください。チェックしたらですね非常に面白いことが分かります。ありがとうございます。パチャ、まあ、てなわけで、以上水ギャンでした。本日も、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。じゃあね。